ここっていうかもう通り過ぎてる。何が通り過ぎてるじゃダメじゃん。もう一つ手前のところで、曲がったらよかったみたいですね。なんだここ、また歩道ねえから。絶対そっちから行った方がいいや。さっきの細いところに入っていく手前か、ちょっと公民館みたいなところがあって、避けたところですね、車。あそこ曲がった方がよかったみたいです。まだ杉大丈夫ですね。あ、でもちょっと花粉つき始めてるな。嫌な季節がやってくるぜまた。でもね、去年結構楽だったんですよね。もしかして花粉症良くなることってあるみたいな感じでね思ってますけど、おっとめっちゃ工事中だ。下から行った方がいいね。よいしょ。下から行けんのこれ。この先大型車通ってません。まあ歩行者だから通れるのはどう、この先は通れないね。ダメだな。ダメなんだ。こっちから行くしかねえんだ。あ、こんにちは。いいですか？ありがとうございます。あ、こんにちは。あ、こんにちは。ありがとうございます。ここか、お大地。ってことで、着いた、大大地。あの子じゃ多分たまたまですね、今日やっとったのは。でここも無料駐車場があります。もうだらっぴどい。ドカーンと。一応こんな感じで、駅周辺説明書。名所は名前ありますね。散歩道と冒険か。このウォーキングコースの方とか行くとあれですね、いろいろと見れるんですけど、で奥にドカンと駐車場もあります。あれ、ここは一日の予報ダイバスはどうすりゃいいんだ。無人駅だもんな。あ、すみません、あの一日フリーパス使って入場したいんですけど。はい、お願いします。なるほど、こうか。とうとう通れるようにしてくれると。そうなんですね。そう、あの北西線の駅はね、基本この、構造になってるんで、出るとき入るときはこれですね、インターホンで呼ばないと。なんなら JR 四日市駅よりもちゃんとした改札ですからね。ちゃんとバタンと閉まるやつなんで、あれなんで。そう、こういったね、小さい駅でもね、この辺り常備してありますからね。さあ、あとは時間だ。今14時47分、47分やから、次来るの西川の方面が先来るか。あ、じゃあ51分がある。ん？あ、51分がある。もうすぐ来るじゃん。激雪。ちょうどいいや。よし。いやね。そういうのってね。ちゃちゃっと。ちなみにあれなんですね。初号にともう一緒の切符にしてあって、ここは切り落としがあると、あれですよっていう形なんですね。あ、ここに書いてありましたね。ちゃんと書いてあるじゃん。券売機及び、生産機横のインターホンにてお知らせくださいと。三次線は無人駅の場合、乗務に見せてくださいってことなんですけど、無人駅がね、西の地だけなんでね、わかりやすいですよね。よし。今だけローカル鉄道でこんなにほんと、どんどんね、7JR も無人駅化が進んでるのが。でもこの辺りに昔の近鉄だったらなくては残ってますね。動物によりは、この辺りの場合はあれなんですよね。人
がね、ワーワーよりもね、動物の方の猿、お猿さん出ますからね、この辺りだと。イノシシもよく出ますし、ここ天下のなんと制限速度25キロ、すごいですよ。この駅の構造もすごいね。あ、ちなみにね、当たり前のように当然ナローゲージですが、あのね、ナローゲージってあの、線路の幅が狭いのもあれですけどね、実際に来てみると多分ね、ここのあのプラットフォームの高さが低いのにね、驚くと思いますよ。ちなみにこの両端が大正駅ね、ソハの場合。あ、ちょっと電車来た。よし、ちょっと乗ってきます。よっしゃー。相変わらずパンタグラフテケール。よし。